武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回はお茶の水女子大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、理学部生物学科は大問4つ、それ以外は大問2つという構成になっています。で、時間に関しては、理学部は2科目180分、生活科学部は1科目90分という形になっています。では早速、内容について見ていきましょう。はい、こちらですね、まあ総合という形でいろんなテーマが出てくるものと、まあ遺伝だったり進化だったりの分野が結構品質となってます。なので総合がある以上ですね、基本的にどの範囲も苦手作らずやっておく必要があります。で、2015年は総合が生物学科だけだったんですが、2016年は共通問題の方で出ておりましたので、まあどちらも対策しておくことが必要だと。まあ、生物学科だけじゃなくても、全体的な範囲やっておく必要があると。で、もともと難易度に関してはですね、お茶の水女子大は多教科多科目に関してもかなりその論述力を試す問題が多い構成になっているので、もともと論述が多い生物に関してはさらにその中で論述力を要求されるとなると難易度がどうしても上がってしまうんですね。なので生物は割と難易度が高めです。で、測定結果、実験などをもとに仮説を立てたりとか読み取りをしたりという形で、またその仮説を検証するために、どういう測定をすればいいかということを考えたりというような、実験過程を頭の中で再現して、そこに参加するようなつもりで考えていく問題が出てきたりとか、で論述、に関しても理由説明だったり、も要求されますので、まあ、もしくは仕組みについて答えるような問題もそうですね。なので単純に覚えとかなきゃいけない、理屈を理解しなきゃいけない問題もあれば、その場で考えて答えなきゃいけない問題もあると。なので実験考察および資料集の読み込みなどの学習はかなりやっておく必要があるかなと思います。ただそういう記述能力さえ鍛えておけば、まあ、解かなきゃいけない問題それぞれの要求される知識そのものは標準的な問題しっかりこなしておけば十分対応できるようになると思いますので、どちらかというと早い段階で過去問に入ってどういうふうに答えれば挑めば、対応していけるのかということを考えていくことをしっかりやっていくように心がけてください。分野については苦手分野を作らず、まんべんなく解けるように心がけておきましょう。そして、結構、その場での読み取りが多いので、読み取る練習ですね、回答を覚えて終わりじゃなくて、この問題をどうやって考えていけば答えにたどり着けたかっていう点を考えてやるようにしてください。以上がお茶の水女子大学の生物の勉強となります。